長期使用製品安全表示制度とは、2009年4月1日以降、製造及び輸入された、家電製品5品目に、設計上の標準使用期間及び使用上の注意を、喚起したり注意を促すなどの事柄を表示、または明記する日本の制度である。略して、設計標準使用期間や、標準使用期間とも言われる。長期使用製品安全表示制度に基づく、 表示の例子の制度は消費者が加減製品を使用するにあたり注意や留意することを目的としている。また2006年の改正消費生活用製品安全法を引き継ぎ、同日施行されることが決まった過程で使用する製品の安全確保のため専門の作業員による定期的な点検をする長期使用製品安全点検制度もある。対象となる 家電製品の5品目扇風機換気扇にエアコン及び電気冷房機電気洗濯機及び電気脱水機ブラウン管方式のテレビ受蔵機この制度に従い対象となる家電品目は見やすい位置に下記の項目が表示されなければならない製造年製造された年から20 XX 年設計上の標準使用期間10年注意から、設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、怪我等の事故に至る恐れがありますなお、設計上の標準使用期間は、あくまで設計上の目安であること、また期間内でもその期間を過ぎても、製造者や輸入者、販売者が無償修理や無償交換の義務を負うものではないことに、 消費者は留意しなければならない。改正消費生活用製品安全法等に基づく安全表示制度による設計上の標準使用期間の標準的な使用条件について、日本冷凍空調工業界2009年9月7日閲覧、長期使用製品安全表示制度、表示例集、経済産業省2009年9月11日閲覧、マンション、 アパートなど、集合住宅のトイレや浴室などの換気用ダクトや、筒状のシルベ風管などをパイプと呼び、これらを介して換気するファンのこと。換気扇も参照のこと。読売新聞2009年8月22日12版19面、製品安全ガイド注意換気情報。ありがとうございます。